オスティアのビーチオスティアは、イタリアラツヨ州ローマの第10区にある町。リドディオスティアや、リドディローマと表記されることもある。テベレ川川口部のティレニア海沿いにあり、かつて古代ローマ時代に栄えた港町を起源とする。ローマ市の分離集落であり、イタリア国内で、ベネツィアのメストレと同じく、その人口が多いことで有名である。夏場は、ローマ市民が、 大勢訪れるビーチとして賑わっており、人口は約8万5000人である。町の北部に古代ローマ遺跡のオスティアンティカがあり、多くの観光客が訪れている。このかつての開港都市遺跡は、テベレ川による土砂の堆積により、海岸線から離れない陸となり、現在では港町の面影はない。期限1世紀には、クラウディウス邸が、 テベレ川の対岸に、オスティア港を造営するなど、この地域は、ローマの外交として栄えていた。新市街の中心には、近郊鉄道ローマリード線のリドチェントロ駅、リドディオステアチェントロがあり、ローマ市中心部の始発駅ローマポルタサンパオロからの、所要時間は30分である。列車は平日昼間は4本、時間、日曜昼間は2本、時間の運行頻度であり、 切符は、ローマ市内の地下鉄、近郊鉄道のものが通用する。フィウミチーノ空港との間は、コートラル社のバスが運行されていて、昼間は2本、時間の運行頻度である。ありがとうございます。